スーパーのシリアルの棚は昔からずっと同じで変化がないと考える人が多いのではないでしょうか。時代とともにどう変わってきたかを見てみましょう。シリアルはポップカルチャーや流行とともに変化しています。シリアル好きの人集まって。特にミレニアル世代の皆さん、アメリカのシリアルの黄金時代のお話をしますよ。あなたのお気に入りの90年代のシリアルをコメントで教えてくださいね。まずは忍者タートルズから始めましょうか。1991年、ペットフードメーカーのラルストン・ピュリナがピザの形のシリアルを作りました。幸いピザ味ではなくマシュマロ味でした。すごい味のシリアルだぜ。ワーナーブラザーズのスピーディー・ゴンザレスかのごとく、同じ年にケロッグからシナモンミニバンズが発売されました。67、68でなく70個食べると栄養があるというのがキャッチフレーズだったんですよ。お皿に入れるとき数えましたか？トリックスというシリアルは昔はライムグリーンの粒があったんですよ。ディノペブルスというシリアルの箱にはレシピが書かれていました。ペブルスをボウルに入れて牛乳と一緒に食べる代わりにシリアルのお菓子が作れるんです。ケロッグのシナモンミニバンズのお話をしましたよね。でも他にも種類があって、ビッグミックスシリアルというものもありました。当時シリアルの会社は自社の商品がヘルシーで栄養があることを宣伝し始めたところでした。例えばこのパッケージには人工着色料や香料が無添加で糖分も少ないと書いてあります。テリー・グラハム・ブレイクファースト・ベアシリアルはグッドニュース・ベアとも呼ばれました。今はもうありませんが、テリー・グラハムのお菓子はまだあるので、牛乳をかけて食べたらテリー・グラハム・ブレイクファースト・ベアになりますよ。同じではありませんが、懐かしい味を思い出すかも。レトロなフレンチトーストクランチというものもありました。ふわふわで美味しくてミイラが入っているフルーティーヤミーマミーは5種類のモンスターシリアルの一つで、2013年から14年に復刻しました。ですがその時はオレンジ味だったんです。特徴的なオリジナルの味とは違ったんです。ミューズリーは厳密にはシリアルではありませんが、90年代のフルーツミューズリーは外せないと思いました。おまけは誰だって好きですよね。ハニーナットチェリオスシリアルにはミツバチのグミのおまけがついていて、1991年からスーパーの棚に並んでいます。ヘルシーなケロッグのシリアルはまだありますよ。ニュートリグレインケンメイライスブランプロダクト19、オールブランサステイン、そしてスペシャル系、1992年にやってきました。こちらはモルトミールバッグシリアルです。テイスティーオーズ、ハニー&ナットトースティーオーズ、トゥーティーフルーティーズ、そしてクリスプ&クラックリングライス。トリプルズはおやつにもなります。箱にマシュマロバーのレシピが書いてあります。クエーカーオートスクエアシリアルにもレシピがついていますが、パーティー用のレシピなんですよ。オリエンタルカシュークランチとプラリネピーカンクランチがあります。ハニーコームも無脂肪で栄養価が高く、人工調味料を使っていないシリアルです。1992年にはポストグレートグレインというシリアルがありました。これは1980年代に発売された製品で、新デザインのパッケージで復刻されました。次はヒドゥントレジャーをご紹介します。小さなクッションみたいな形をしていて、中身はチェリーやオレンジ、ブドウ味です。次はジェネラルミルズの製品で、スプリンクルスパングルスです。星の形のシリアルで1993年に発売されました。カリカリの食感が好きですか？これが昔のクランチベリーズシリアルです。怖いシリアルもありました。モンスター、お化けなどのシリアルが90年代に流行っていたんです。気味の悪い形をしたアダムスファミリーのシリアルもご紹介しないわけにはいきません。でも短命でした。味のせいかもしれません。クッキークリスプシリアルには X-Men のトレーディングカードが隠れています。食べずにいられない小さなクッキーは1994年に発売されました。キャプテンクランチシリアル、とてもカリカリのシリアルです。手作りの味がするシリアルはいかがですか？ヴィンテージのベティークロッカーシリアルです。ダッチアップルとシナモンシュトロイゼルの2種類がありました。こちらは限定版のシリアルです。ラッキーチャームのオリンピックバージョンです。
次は何十年も販売され続けているクラシックなシリアルです。ハニークランチコーンフレークです。ケロッグにはそんなのもあったんです。ミニサイズの製品や食べ物は今もとても人気があります。でも当時は小さな箱のシリアルは珍しかったんです。ケロッグの小さい箱のシリアルは1995年に登場しました。こちらはハニーナットシュレッドウィートの新バージョンです。広告は甘くてほのかなナッツの香り、シュレッドウィートって聞いて想像する味と違いますよというものでした。新しい美味しさと書かれたラズルダズルライスクリスピーは1997年に発売されました。同じ年マルチグレインチェリオスプラスも登場しました。オートミールにも触れておきましょう。違うことを恐れないがモットーでした。2000年代が近づいてくるとシリアルのブランドはミレニアムにちなんだ製品を作るようになりました。一生に一度というフレーズでチェリオスミレニオスが発売されたのは1999年です。シリアルは2と0の形でした。他にも流行に合わせたシリアルにはラルストンズ WWF スーパースターがあります。ハルク・ホーガンなどのプロレスのスーパースターがマスコットだったんです。次は画期的なポップタルトクランチです。シリアルの形のオレオもありました。嬉しいことに今は新バージョンのオレオオーズがお店に並んでいます。復刻したんです。オレオ味の丸いシリアルの朝ごはんなんて美味しいに決まってますよね。道を開けて、カウントチョキュラが来ました。印象的なコマーシャルがあったんです。一度聞いたら忘れられないあの声、これも復刻しました。残念ですがこちらはもう食べることができません。さようならレプタークランチ。ビル&テッドのエクセレントシリアル、発売期間は短かったのですが景品やキャンペーンを覚えている人は多いんですよ。中でも記憶に残ったのはヒステリカルポストカードです。ビルとテッドのタイムトラベルがテーマの小さなポストカードです。カセットホルダーのおまけもあったんです。こちらはアークルオーズです。ファミリーマターズという番組でアークルは面白いキャラで印象的だったんです。いちごとバナナの味の輪の形のアークルオーズでアークルを思い出すんだそうですよ。砂糖がまぶされたライスクリスピーズトリート、このシリアルはスーパーに売っているパッケージ入りのライスクリスピーのお菓子そのままの味でした。スパイダーマン、スパイダーマンは何でもできる。自分のシリアルだってあります。新しいスパイダーマンの映画でこのシリアルも復刻したって思いますよね。残念ながら限定版だったんです。マシュマロが入っていました。ウィーティーズダンクアボールズは子供がよく遊んだシリアルです。食べるより遊ぶのが主だったとか。甘い小麦とコーンのパフは小さなバスケットボールの形でした。朝食のテーブルで誰かのお皿に投げ入れたくなってしまうんです。最初はフレンチトースト、今はワッフルクリスプ。ワッフルクリスプはまだ売っている店も少しありますが見つけるのは簡単ではありません。ですが90年代と比べるとネット社会の現代ではネットで世界中どこからでも注文できます。90年代は本当にシリアルの黄金期でした。では現代に戻りましょう。スヌープドッグが朝食用シリアルを発売するらしいですよ。多分いつか2022年の思い出話をするときにスヌープループスを懐かしく思うかもしれませんね。このシリアルはマシュマロ味で犬のイラストのマスコットキャラがいるとか。このシリアルを宣伝しているブローダスフードカンパニーはコーンも美味しさもマシュマロも倍増しているのが他のシリアルと違うところですと言っています。スヌープループスのウェブサイトは発売の時期についての情報をまだ解禁していません。スヌープドッグが食品会社と提携したのはこれが初めてではありません。すでにダンキンドーナツとコラボしてビヨンド DOWG という朝食用サンドウィッチが発売されています。